ました日本が、誇るポップカルチャーを世界へ配信する番組カルチャージャパンの司会ダニチュです。よろしくお願いします。今回はですね、日本のポップカルチャーをより、深くより楽しく、理解してもらえるような VTR をたくさん撮ってきました。そしてですね、今日は一緒に番組を盛り上げてくれる、素敵な女性を呼びしてます。アニメ K-1 などの、声優で大活躍中の佐藤さとみさんです。僕が仕掛けたアニメチンカーに参加してくれてるんですよね、はい、そうなんですよ。 PV の方で、はい、私が声の出演として、はい、いやもういろいろやらせていただいたんですけれども、でなんと一人400、はい、そうなんです、やらせていただきましたわ。ありがとうございます。これからもその制作もこれからも始めますけど、またよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、みんな検索してくれますね。今日はもう数千人の観客も来て応援しに来てくれてますね。もうそして皆様の、素敵な娘たちも応援しに来てくれてますね。かわいいですね。そしてなんとりっちゃんのりっちゃんもいますね。かわいいですね。このポーズもそうですね、かわいいですね。かわいい。そしてセットにはい、ポップカルチャーの代名詞コスパからのいろんなグッズをちょっと奪ってきました。奪ってきたんですか。そうですね、いろいろあってありますね。その慶応の制服だったりとか、これオフィシャルで作ってるってことなんですよね。そうですね、そうですね。ということはもしこの制服もしかしたらみんな着て投稿してるかもしれないってことですよね。そうですね。さて、さとみちゃん、はい、この番組のためにはですね、はい、うちのホームページのユーザーが、はい、世界中から自分の部屋の、写真ビデオを投稿してくれてて、そこでですね、はい、その写真の一部がここにあります。わー、見たい。見えます、見えます、はい、この部屋もとてもいろんなドールとかフィギュアもいっぱいある。とてもおしゃれですね。あ、すごい。なんか皆さんお部屋にやっぱりこだわりが、あ、そうですね、かわいい、ね、じゃあそこで VCR に入りたいと思います。Hi guys, this is Alonia. I'm a cosplayer, artist, gamer, model, and figure collector from the Philippines. Back to our figures. These ones are all from Shunya Yamashita. He's a Japanese artist from, well, he's a famous Japanese artist and he's one of my favorites. So yeah, look. Oh, they're so cute. This is the Iron Man shrine. life-size bust I have right now. All the paint, everything's scattered. So these are the new props I'm working on. They're doll accessories and I've been making these stuff for quite some time. These are the newer ones. Here are my art books, manga collection, and mostly Japanese books and magazines. I hope you enjoy. Bye-bye. Hi, my name is Julie. Okay, I'll start by giving you a tour. So, basically you can see my plushies collection, which go all around. Translated manga. I'm actually French Canadian, so if I have a weird accent, that's why. Hi, nice to meet you. My name is Saskia, I'm 23 years old, and I'm from Holland. These are some figures from the anime of Haruhi Suzumiya, and also some figures from K-On. I like this one because they make very cute sound, like this one.
did some photo sessions in Akihabara. This one is Nagisa from Planet, and this is Haruhi from the Haruhi game. So this is my room. I hope you like it. Thank you for watching my video. Bye bye. でもなんかやっぱりあれだけ作りがすごく素敵だと飾りがいがあるというか、そうですね、私あの自分がやってるりっちゃんのフィギュアをファンの方からいただいたのをお家に飾っていたりはするんですけど、あんなにあのなんかガツン、リッパードーンっていう感じでも全然ないんですけど、可愛らしくちんまりと飾っていて、さとみちゃんの部屋にもありました、はい、日本なんですが、はい、日本のアニメってその高校が舞台となった作品が多いんじゃないですか。そうですね、それでだけど、日本の学校がその実写があまり海外の方で紹介されてないんですね。そうなんですね。なので、でもう海外の人がもう知っている日本の高校はもうアニメでしか見たことないんですね。なるほど。でそこで僕がもうずっと、まあ、日本の本当の三次元の、はい、学校を、もうずっと海外の人たちの方に見せたくて、そこでもうなんと最近、神奈川県の方にある、藤沢総合高等学校から OK が出ました。はい、おIn the morning, and what we're going to do today is take a look at Fujisawa High School, starting off with the going to school bit. 海外から見て日本の学校生活はとても興味深いと言います。早速校内を散策するダニー。 Alright, enough of this sneaking around. So what we're going to do right now is we're going to have a look at the mathematics class.ちょっと授業の様子を覗かせてもらいました。今何やってる？数学です。今度テストがあるんで。あ、じゃあテストのところで。この学校では生徒の個性を伸ばせるように自分の興味や進路をもとに時間割を作ることができます。So we're in a physical education class right now. We're doing some judo. So let's have a look over there.